こんにちは、ヘアメイクの小田切ひろです。 WITH 3月号ビューティーショー連動企画、小顔マッサージスタートです。小顔マッサージをするときに一番初めにやっていただきたいのは顔や頭ではなく腕です。皆さんは普段スマートフォンだったりとかパソコンによって腕が筋肉痛だったりとか凝っているっていうことがあると思います。ここの腕の部分が凝りますと、このまま腕から凝りで引っ張られ、でデコルテも引っ張られ、そのまま顔が引っ張られているという現象が起きています。なので腕からマッサージをしていただくっていうのがポイントになります。腕のこの付け根の部分からマッサージをしていくんですけれども、左手でグーにしていただいて、この第二関節、この部分を行ったり来たりしていただいて、この部分は3往復から5往復このコリをほぐしていただくことによって、顔のコリというのが簡単にほぐれます。この腕の部分のコリをほぐしていただくっていうのがとても大切なポイントです。次に大切なのは、腕を少し曲げていただいたこの部分、左手の親指でこのコリの部分、この大きなコリをほぐすことによって血流や筋肉の流れがスムーズになってくれます。これは朝のメイク前だけではなく、日中の仕事中だったりとか、ちょっと休憩時間、お昼休みだったりとか、そういう時にマッサージしていただくだけでも効果は絶大です。また左手をグーにしていただいて、この第二関節の部分ですね、この部分を使って、この部分も張っていたり凝っていたりすることによって、首だったりとかフェイスラインが引っ張られているということがありますので、ほぐしていきましょう。そして次に大切なのは、首の始まり地点というのは肩のトップの部分なんですけれども、この部分を左手で中指と薬指で押してあげると、筋肉と筋肉の割れ目に入るの分かりますか？抱き持ちぐらいな感じでやっていただくと、しっかりと首の流れも良くなってくれます。首が痛かったりとか首が凝っているなと思ったら、まず直接アプローチではなく、この部分を押してあげることによって、ストレートネックだったりとか首の凝りというのを和らげる効果というのがありますので、この肩の首の一番支点の部分から押してあげると首の凝りというのが少し軽減してくれます。ここもね、ちょっと痛気持ちいいぐらいな感じでやっていただくと、しっかりと首の流れも良くなってくれます。